こんにちは。西尾村中学校吹奏楽部です。私たちは1年生11名、2年生9名の計20名で活動しています。毎日音楽室で顧問の河野先生、田川先生のご指導のもと、いつも楽しく練習しています。今日今から演奏します曲は、今年行われたマーチングコンテストで演奏した野球応援メドレーとマーチブルースカイという曲です。私たちは10月9日に大分県で行われたマーチングコンテストで銀賞を受賞しました。特に野球応援メドレーは私たちにとってとても思い出のある曲でした。今日は先日行われた天気演奏会をもって引退した3年生の先輩方も応援に駆けつけてくれました。この演奏を聴いてくださった皆さんに元気を届けられたら嬉しいです。今日は寒い中を耳を傾けていただきありがとうございます。とてもいい挨拶でした。ありがとう。それではね、ちょっと座って川野先生を紹介しますね。顧問の川野先生です。河野先生です。失礼しました。顧問の河野先生。はい、実はこのバンドですね、今年久しぶりにねマーチングの九州大会銀賞獲得しました。さっきの拍手の練習は何だったのかな。足りないな。はい、では河野先生、バンドの紹介とか思いを語ってください。このバンドのどんなバンドか。はい、皆さんこんにちは。顧問の河野です。とても明るくてですね、楽しく毎日いっぱい声出して元気に練習してます。なかなかコロナでですね練習できない中でも、明るく返事をしてですね、次に向けてまた頑張ってる途中ですので、温かい応援と拍手をいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。なんと河野先生はね、この西大村中学校の出身なんです。で、中学校の時に全国大会に行ってるんです、マーチングで。だからきっとね、来年、再来年ね、きっとマーチング全国大会に行くと思います。さあ、それでは、時間になりました。皆さんいいですか。では、頑張って、思いっきり。で、皆さん分かってますね。盛り上げてくださいね。感動したらどうしますかね。よろしくお願いします。では、どうぞ。
こういうバンドはですね、あのマーチングバンドってですね、このジャージっていうか全部同じジャージでですね、九州大会にこのジャージで出演したんですね。さあ次の学校準備お願いします。それでは、桜ヶ原中学校かな、バンドの説明をしてくれる子いるかな。桜ヶ原中学校のバンドです。それぞれのバンドはね、特徴がありますのでね、それをぜひ皆さん楽しんでください。バンドによってね、全然違うんですね。音楽も音も違います。西大村中ね、とってもね、音が明るくてね、元気が良くていいバンドだなと私は思いました。さあ次の桜ヶ原中学校、どんな音でどんな音楽なんですかね。もうワクワクしますよね。さあThank you.
それではね、山崎里乃さんにバンドの紹介と今日の曲の説明をしてもらいたいと思います。皆さんよろしいですか？皆さんこんにちは、桜ヶ原中学校吹奏楽部です。私たち吹奏楽部は2年生11名、1年生13名の計24名で毎日楽しく活動しています。私たちは9月下旬に新体制となりました。新体制の目標は継続です。日々の練習や合奏を質の高いものにし続けること、教えていただいたことを忘れずに意識し続けること、当たり前のことを当たり前にやり直すことなど、継続力を自分たちのテーマにして取り組んでいます。今回の、このイベントは新体制となって初めての演奏となります。今の私たちにできる最高の演奏を皆さんに届けたいと思います。1曲目は九州をテーマに描かれたマーチザナインです。どうぞお聴きください。素晴らしいね、挨拶でしたね。あなた挨拶上手だね。なんかNHK のアナウンサーになったな。とっても上手だったよ、ね、どうもありがとう。では準備をしてください。はい、今ね、今日は実はリハーサルをしてないのでね、ここで初めて今並んでるところですね。さあ、あと 2,3 分でお願いしますね。この吹奏楽というのは特徴はですね、全部管楽器だということが特徴ね。弦楽器だとか、そういうのはないんですね。全部管の楽器、木の楽器、金属の楽器、そういうのでできてるんですね。種類としては木管楽器、金管楽器、そして打楽器。左側見てください。こっちに打楽器が、今日はねステージが狭いので打楽器が来てます。今日はね、実は打楽器はね、大村中学校のね打楽器を全部使ってます。それから譜面台もね、大村中学校の譜面台をね、先ほど生徒さんが並んでくださいました。吹奏楽をやるっていうのはね、結構大変なんですね。並べるのもね、移動も大変です。楽器の数が多いですよね。皆さんに言いたいのはですね、この楽器結構高いんです。もうクライネットがだいたい1000円ぐらいだったらいいんですけどね。いくらかご存知ですか皆さん？クライネットはね、今安くても30万ぐらいするんです。30万ですよ。すごい高いんです。あそこのティンパニーっていう楽器がありますけどね、オカマみたいなね、あれなんかね、4台でね100万200万ぐらいするんです。そういうね、お金がかかってですね。だからね、お金がかかるんですけどね、先ほど演奏したみたいに素晴らしい音が出るんですね。皆さんが協力していただければありがたいかなというふうに思っているところです。だんだんこうお客さんが増えてきますね。桜ヶ原中学校、どんな演奏？最初の曲はね、マーチザナインという曲ですね。これは小長屋さんというね、日本人の作曲家が作った曲で、なんとこれは九州吹奏楽連盟のために作った曲でね、九州のために作った曲なんですね。マーチザナイン、とってもかっこよくてね、私はこの作曲者とはね、もう今から30年以上前から知り合いでね、この作曲者は実は打楽器奏者なんですね。とってもかっこいい人で、素晴らしい。それではね、川野先生、一言お願いします。皆様に。皆さんこんにちは、桜ヶ原中学校です。今日は精一杯演奏したいと思います。よろしくお願いします。じゃあ皆さん分かってますね。拍手。では先生、よろしくお願いします。
拍手足りないよ、もっと。では2曲目お願いします。今日ね、リハーサルもせずに初めてここでやる。そして新体制、3年生がいません。1年生で、ね、よく頑張りました。素晴らしい、素敵ですよ。皆さん楽しんで聴いてますか？うん、もう上出来です、うまいです。だからね、どんどん拍手してください。じゃあ2曲目説明してね。はい、続いてお送りします曲は、誰もが一度は聴いたことのある美女と野獣のメドレー、 Beauty and the Beast です。どうぞお聴きください。じゃあここらでもう一回拍手の練習。はい、もっと。僕から言わせたらですね、楽しむのはお客さんなんです。楽しんで聴いてくださいね。ちょっとね、厳しいとこがあったらね、それはね、いいんです。一生懸命頑張ってるから、ね、だからね、みんなで盛り上がってね、拍手をしてソロとかね、聴いてください。よろしいですか？お願いしますよ。では先生、よろしくお願いします。
いやー素晴らしかったですね。どうですかディズニーの世界、ね、美女と野獣。ミュージカルって素晴らしいですね。美女と野獣、私もブロードウェイで見たことがあるんですけども、本当に素晴らしいです。じゃあ最後の曲かな、お願いします。最後にお送りします曲は、クリスマスの時期には必ず流れるラストクリスマスです。本日は最後までお聴きいただきありがとうございました。挨拶とっても上手だね。やっぱりこの生演奏っていうのは本当にね、今もう世界でね、ここしか聴けないわけですからね、録音ではない今の演奏です。とってもいいです。では最後の曲、皆さんラストクリスマス楽しんで聴いてください。どうぞ。ねえ、クリスマスのあの帽子がね、あのサンタさんの帽子がかわいいですね。こういうところもね、演出とっても良かったです。すごい良かったですね。お疲れ様でした。では急いで退場お願いします。このバンドね、僕が感心したのはね、指揮者がとっても指揮が上手です。指揮が上手、こんなにね、なかなか棒を振れません。とっても上手でしたね。最後の、ね、曲もね、皆さん楽しんでますか？
楽しんでますからね、ディズニー、それからラストクリスマス、とってもよかったね。さあ、次のバンド、福島中学校ですね。さあ、急いで、並べてください。こういう生演奏っていうのはね、なかなか聴けるもんじゃないんですね。その場でしか聴けないんですね。こういうところがね、生演奏のいいところなんです。しかも今のバンドはね、3年生がいなくて新しい体制になってね、初めての本番なんですね。大したもんです。小学生の皆さん手挙げていますか？小学生かな。はい、小学生の皆さんね、ぜひね、中学校に行ったらね、吹奏楽部に入ってください。楽器を演奏するとね、誰とも一緒に、誰とでも一緒に合奏することができます。それがね、楽器のいいところですね。世界中でね、楽器を持ってたらね、音楽を持ってたら一緒にね、セッションができるというところがいいところなんですね。音楽は世界の共通語と言います、ね、本当に楽しいです。いろんな世界がありますね。先ほどのディズニーの世界も素晴らしいし、ラストクリスマスのこの音楽も非常にロマンチックで、もうこの公演にぴったりですね。とってもいいなと思いました。さあ、それでは次の福島中学校、どんな音でどんな音楽なんでしょうかね。それから途中でサプライズがありますから、皆さん少し、興味を持って待っててくださいね。ではどうぞ。この時間を利用しましてね、このバンドの紹介と、曲もの説明をね、ちょっと真ん中にしてもらいましょう。それじゃあホルンのね、パワハラミユさんに説明をしてもらいます。どうぞ。来年には大村にも新幹線がやってきます。そんな大村、新幹線が大村から発車しようとしている今にぴったりな曲です。最後まで楽しんでお聴きください。あ、全然ね、なんか暗記でね、よく喋れましたね。今ね、言われた通り、来年新幹線が来るんですね。その新幹線を記念してレールウィーというね、これはね、列車ね、機関車、をイメージした曲なんですね。皆さん聞いてたら、あ、これはね、列車の曲だなということが分かります。今までの、ね、音楽とはガラッと変わります。こういうところがね、いろんなバンドには特徴があるんですね。さあ、だんだんこう出てきましたね。打楽器は大丈夫ですか？大丈夫？指揮が見える場所にいますか？はい、いつものように笑顔で乗って演奏してね。今日はですね、ソロもありますからね、マイクの準備を、すみませんね、お願いします。
素晴らしい一体感のある、ね、演奏でした。指揮者と、ね、バンドがね、本当にね、機関車がね、どんどん動いている様子がね、伺いましたね。さあ、2曲目を紹介お願いします。次に演奏する曲はスタジオジブリ名曲集です。この曲は有名なジブリ映画の主題歌となった曲がたくさん詰まっています。中にはクラリネットやトランペットなどのソロもあります。ぜひ楽しんでお聴きください。どうもありがとうね。さあ、ジブリの世界どんな音楽になりますかね。では先生、ちょっと待ってくださいね。打楽器が進んでいきます。さあ、今度はジブリの世界です。どうぞよろしくお願いします。
とっても良かったですね。トランペットソロ、皆さん拍手。クラリネットソロ、ホルンソロ、ホルンソロ、はい、拍手お願いします。ホルン中いろんな楽器が来てて本当に良かったですね。さあ次の曲、お、何が説明、あなたが説明するの、はい、次の曲は海外帰還です。この曲は呪術廻戦というアニメの主題歌になっています。領域展開無料空賞、大丈夫僕最強だからという言葉が流行りましたね。楽しんでお聴きください。いや、人前で話したりね、人前で演奏するって難しいのよ。皆さん楽器ね、経験したことあると思うんですけどね、音を出すだけで大変なんですよ、管楽器っていうのは。立派ですよ本当に。さあじゃあ乗って演奏してください、どうぞ。最後の曲のようです。最後の曲はルパン三世のテーマです。この曲はルパン三世のテーマ曲をロックバージョンにアレンジされており、いろいろな楽器のソロがあります。ぜひ最後まで楽しんでお聴きください。このルパン三世って実はすっごい難しいんです、大野裕二が出す曲で。ここで赤川先生に一言思いを、結構指揮をするのも大変なんですよ。はい、こんにちは、福島中学校の吹奏楽部の赤川と言います。正直言ってこんなたくさんの人たちの前で演奏するのは今年度かなり回数が少なかったので、この人でいい経験になればいいなと思って参加をさせていただきました。あの一曲ですけど、よろしくお願いします。指揮者も相当気合が入ってます。最後の曲どうぞ。
らしい、ブラボー。サックスのソロ、このソロすごい良かったですね。サックス今日聴き良かったよ。さあここでサプライズ、皆さんなんと吹奏楽とコラボ。何がコラボするか、今日のゲストポッポちゃんとコラボしてもよろしいですか。皆さんなんか拍手がさ足りないですね。なんかどうでもいいという感じですね。今日のゲストポッポちゃん、もうねプロのね、とっても、若いけどプラとっても上手ですね。その歌と福島中学がコラボをやります。音楽がいいというのはこうやってね一緒にできることが素晴らしいんですね。歌と吹奏楽と、さてうまくいくでしょうか。ということは皆様、私今日は司会ばっかりしてるんですけど、指揮をしてもいいですか。誰も答えてくれません。いいでしょうか。私今日はね司会に徹しようと思ったんですけど、出る出番が一つもありませんので、ここいらで指揮をしたいと思いますけど、皆さん応援よろしくお願いします。さあそれではね、今日のゲストポッポちゃんがね今から来ますよ。これもねなんとぶっつけ本番なんですね。朝ちょっとだけリハーサルしたんですけどね、ほとんどぶっつけ本番なんです。さあポッポちゃんお願いします。なんとポッポちゃんの一人はね口間中のお説さんもないんですね。素晴らしいです。さあじゃあちょっと挨拶お願いします。吹奏楽と初の共演、こんなのもねなかなかないんです。全国を通じてもねこうやってこの歌手とね一緒にコラボするってことはありません。この日のために実はこの曲最初に歌いましたよね。吹奏楽と一緒にやるためにねキーを半音下げてるんです。わかりますかね。半音下げるということはね演奏する方も大変だけど歌う方も大変なんです。今日はね最初の曲よりも半音下げてこの吹奏楽バージョンで歌っていただきます。楽しみですね。さあ準備いいですかね。私も今日は指揮をしますのでよろしくお願いします。この辺でいいかな。
ありがとうございました。ポポちゃんです。福島中学校の皆さんです。どうもありがとうございました。では退場。さあ、今の福島中学校ですね、ルパン三世からいろんな音楽がありましたね。こういう個性的なのがやっぱりバンドは非常に楽しみですね。音色も全然違いますね。だからソロがねすごくありました。クライネットとかトランペットとかね。さあ次の学校は郡中学校ですね。さあ郡中はどんな演奏をするんでしょうか。郡中学校九州大会とかですね、出場校で大変実力なバンドです。私も時々こう見させてもらうんですけども、とてもいいバンドです。さあ、ここもぶっつけ本番の、ね、バンドですけども、どんな演奏を、ね、聞かせてくれるんでしょうか。楽しみですね。皆さんね、聞くときはね、もう楽しむことが一番大事です。演奏がうまい下手、そんなのは二の次です。まず音楽を楽しみましょう、ね。ディズニーの世界、そしてルパン三世の世界、いろんな音楽の世界、それから音色が素晴らしいですね。まだまだ新体制になってね、間近いんですけども、こういう本番を通じてね、だんだん上手くなっていきます。それを支えていくのがお客さんなんですね。この人たちがね、どんどん上手くなっていくのが楽しみです。どう成長しますかね。今日の演奏を機会にですね、さらに伸びていくことを、成長していくことを期待するところです。さあ、いいでしょうかね。大丈夫ですか。このスタッフの方々はですね、市の職員の新幹線の係の方々です。皆さん拍手。こういう方がねおられないとですね、うまくいかないんですね。いろんな方が手伝ってですね、このステージができてます。それから音響の方もね、こういうふうにおられて、まあ、こういう方々がおられて、私なんか何の役にも立ってませんけど、先ほど指揮をしてね、指揮を間違えてしまいました。まあ、こんなこと。公園や綺麗な水が流れる雄大な氷川など素敵な自然に囲まれた場所にあります。最近は新しい住宅地も増え、現在の生徒数は長崎県内でも4番目になるほどたくさんの生徒が在籍しています。コロナ禍で様々な制限がある中、9月には体育大会、11月には合唱コンクールなど様々な行事が開催されました。私たち吹奏楽部員としては、8月に行われた吹奏楽コンクール県央予選や10月に実施した定期演奏会などが印象に残っています。本日ここにいるメンバーにとって、この吹奏楽フェスティバルが地域の皆様の前で演奏をすることができる初めての機会になります。だからすごく緊張しているんですが、会場にいらっしゃる皆様と一緒に楽しい時間を過ごせたらと思っています。短い時間ではありますが、よろしくお願いします。イエイ、あなたとっても上手ね。ブラボー。挨拶で感動しました。皆さんどうですか。ねえ、とっても上手、いいね。もう僕はもうこれはね、言葉を喋るというか音楽と通じますね。あなたの話し方は心がこもっててよかったよ。すごい上手。なんかねワクワクしますね。さあ、最初の曲は何だろう。最初に私たちが演奏する曲はおなじみヤングマンという曲です。まあ、皆さん一緒にぜひ YMCA とポーズを取りながら、ぜひ楽しんでお聴きください。はい、わかりましたか皆さん。一緒にね、感動を楽しむのがね、音楽のいいところですよ。座ってるだけじゃダメですよ。心から乗って演奏してください。では準備大丈夫ですか。はい、ではね、宮原先生よろしくお願いします。郡中学 YMCA です。
ドラムセットは副顧問の森竹先生です。かっこいい。さあ次の曲は。続いて演奏する曲はカンペーターの青春の輝きです。曲中に入れてくるソロにもご注目ください。はい、それではね、初めて今日演奏されますカーペンターズね、ソロもあるそうです。お願いします。サクソの立ってサクソのソロの歌、はい、どうぞ皆さん、よかったよ。皆さん最後の曲になりました。どうぞ。最後に演奏するのは銀河鉄道39です。来年私たちの自慢のふるさと大村に新幹線が開通するということで、最後はこの希望いっぱいの元気な曲で締めくくります。本日は本当にありがとうございました。はい、竹川幸秀さんの銀河鉄道39、かっこいい曲ですね。では最後、華やかに頑張ってください。どうぞ。
イエイ。どういたしまして、よかったよ。それじゃあ退場。さあ皆さん、吹奏楽の、ね、演奏をたくさん聞きましたね。いろんな個性豊かな素晴らしい演奏でした。まだまだのとこもあるかも思いますけども、でも一生懸命やってることには変わりません。よかったですよね。さあここでね、今日の素晴らしいバンドじゃありませんね、合唱団、小学生です。旭ヶ丘小学校のね、コーラス部の皆さんです。さあ今から、来ますよ。では、ステージを片付けてください。急いで退場してね。さあ吹奏楽ね、いろんなバンドがいろんな曲を演奏して、サウンドもね、指揮もみんな違いますね。こういうところがいいところなんですね。吹奏楽は吹奏楽コンクールっていうね、みんなが全国大会に向けて頑張る大会があるんですけども、それだけじゃなくてね、このようなところで演奏することがね、僕は一番大事なことだと思います。皆さんも音楽を聴いて、この中にはね、小学生もおられるかも分かりませんけど、ぜひ楽器を演奏して楽器をね、やってみたらどうでしょうかね。楽しいですよ。さあそれでは、今からね、コーラスの人たちが入ってきます。はい、どんどん入ってきて。さあそれじゃあね、コーラス、の小学生ですよ皆さん。小学生の皆さんでね、杉野さんと言われます。杉野さんが、コーラス部の紹介と曲の説明をしてくれるのかな。大丈夫。はい、じゃあお願いします。皆さんこんにちは。私たちは旭ヶ丘小学校合唱クラブです。現在4年生から6年生の20名で楽しく活動しています。今年の全日本合唱コンクールでは初めて全国大会に出場することができました。というところです。全国大会に行ったコーラス部です。これはね、素晴らしいことですよ。今日はコンクールで歌ったシーラカンスを取りに行こうと好奇心の扉、そしてふるさとの四季から秋の歌を歌います。久しぶりのステージでドキドキしていますが、精一杯歌うので楽しんでお聴きください。パッと見たらね、大きな子から小さな子までいるみたいね。ちょっと聞いてみますが、小学6年生手挙げて。はい、皆さんここ拍手するところ。6年生、はい、5年生、4年生ね、3年生4年生まで。すごいね、小学4年生、5年生、6年生全国大会です。さあそれじゃあ指揮者はおられますか。はい、指揮者の方を紹介します。高槻先生です。この先生すごい方ですよ。僕練習見に行ったけど、この方のオーラ見てください。周りに何かこう漂ってますね。それでは先生お願いします。Thank you.
Hey,